今回の南米旅行は成田からニューヨーク経由でアルゼンチンのブエノスアイレスに行き、イグアスの滝を見て、ブラジルのリオデジャネイロ、ペルーのリマ、インカ帝国のユカイとクスコに行き、地上絵を見るために再びリマによって帰国します。今日はね、川が荒れてます。やはりどっか降ったんですね。だからこのようにね、ぐーっとこれね、汚いって言うけどね、この色なんですよ。が国際空港、国内飛行場23カ所ありますが、あのね、見え化されたんですよ。US ドル、ブラジルは151レアですね。ドルに買いましたら、ね、75ドルですね。じゃあ、皆様ね、まあ、皆様の入園料を払いますので、ね、少々お待ちください。ですからまた後でですね、ブラジルの国境のところで時差があるということでございますので、時差11時間になりますので1時間進めていただきます。の方から今度お友達が行くんですけどね、マイナス40度って言うんですか。そうなんですか。だからもうマイナス40度は耐えきれないから、私ももうオーロラワードで、ね、ノルウェーがいいんですよ。高皆様、今は、ね、皆さんここにいますね。はい、じゃあそれでちょっと違うね。上側の遊歩道ですね。下側もあります。はい、それ立つね。それ立つね。左側に曲がりますね。ここまで行きますね。だいたい普通はね、この終点まで行きますけど、今は隣接中で行けません。ここまでね。ここまでいい見晴らし台がありますね。写真にいいスポットですね。こっちからね、3キロあります。船着き場まで。うんうんね、この船着き場から桟橋まで。ボートでね。うん、ボートで。オークションになるんですよ。大体ね、ここはね、1992年まで、ここに1300メーターの桟橋がありました、ね。でも、その同じ年にひどい洪水がありましたので、ね、そしたら1000メーターぐらい倒れました。ですから、今はボートで行きます。ここまで。ちょうどこの悪魔ののど辺の滝の上から見えます。見晴らし台が見えます。70% はアルゼンチン側、30% はブラジル側。ですからちょうどね、この悪魔ののど辺の滝の真ん中が境界線になってます。こっちはアルゼンチン、ブラジル。あ、ありがとうございます。
泳いでね、岸に逃げてこうとかないの。